きな子ちゃん早速、うん、これ見てごらん、ほらなんだこれ、インコと仲良くなるには〇〇を満足させろ。インコは遊びの天才です。一日中一緒にね遊んでいても私たちを飽きさせない遊びの天才、これがインコです。しかし初対面では人を警戒して一緒には遊んでくれません。今回は遊びの天才インコちゃんと仲良くなるコツというかね、ヒントになるお話ができたらないいなと思います。こんにちは、きなこのお父さんです。インコやオウムは鳴き声というね言葉を交わして群れの仲間とスキンシップを図ります。対人間であれば、鳴き声に対して反応する人に興味を示します。元気よく泣いてる時なんかにね、あなたが反応してあげれば必ず何らかの返しがあると思います。こうしてあなたが愛情の懐にねスムーズにね溶け込んでいくんです。この時に大事になってくるのがインコの本能ね。このインコの本能を満足させる遊びができているかどうかとなるんです。インコは基本的にねカチカチしてみたり潜ってみたりとね一日中遊びを発見しては生活しています。本当遊びの天才なんですね。例えばインコが興味を持ちそうなおもちゃ、まあおもちゃといっても布切れや紐なんかで十分です。インコと仲良くなるには今この絶妙なタイミングをね逃さずに自然な形であなたがスーッとね話しかけながらでもね遊ぶんですよ。触れ合いながらスキンシップをする、信頼度もアップしますし、お互いの愛情なんかもググってね深まります。あなたがねぜひ一緒に遊んであげてほしいんです。一人遊びがねインコは上手なんで、それがね当たり前になってしまうと一人遊びばっかりする子に育ってしまうんですよ。だからなるべくあなたが一緒に遊ぶ時間をたくさん作ってあげましょう。でね、このインコの本能と言われてもちょっとピンとこないよって方もいらっしゃると思います。まあよく本能のままに生きるなんていうね言葉がございますが、本能とは条件反射的なね、これがね本能による行動を示します。まあ、つまり本能とは生活から学んだ学習による行動とか経験から来る行動とか、まあ、知能とかねによる行動、こんなのとは全く別の条件反射的に思うがままに行動する、これがね本能なんですよね。インコが本能的に持つ五感、これらね視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚ね、この五感がすごく大切になってきます。インコと仲良くなりたかったらこの五感を刺激してあげる遊びということをね念頭に置いてもらうとねいいんですよね。話しかけながら、聴覚を使ってあなたのお話を聞くね、アワホだよって言ってね見せて、視覚的に泡の方を見せたら足やくちばしを使って触覚してみるね、で嗅覚で匂いを嗅ぎ分ける、安全性が確認されれば食べて味覚を味わう、この五感というのはインコと仲良しになるための大事な要素となってきます。インコをね本能のままに遊ばせる、これがねインコと仲良くなれる人なんですよ。もっと噛み砕いて言うと、大人になると遊び方忘れていくじゃないですか。幼少の頃だったらね公園に行けば顔も名前も知らないけど一日中遊んでいたらお友達になっちゃったって、こんなことあったと思うんですよ。まあ、こういう本能ね、本能がインコと仲良しになるためにとっても大切な要素なんですよというお話でした。
以上、インコと仲良くなるには丸々を満足させろでした。インコは遊びの天才です。毎日のスキンシップで愛情と仲良くなり、インコの心を育みましょう。